で、この公安庁のね、普通は、総長以後の通説としてですね、公府の安徳、公府の安徳っていう意味で、言われてるんですがね、これはまあ公府っていうのは、まあ、政府ですね。そして安徳っていうのはその、うん、まあ調べ書きっていうのかな、そのそういうような意味ですが、ここではね、そういう意味で道元禅師の公案、使われてる公案っていうのはそういう意味でない。その大体公っていうのは大体公案の公、公の字ですね。これは漢字としてね、いわゆる金文っていうのがありますね。金石に掘り付けたそろい、あれで、形の文字から言うとね、こういう、こう、まあ、口っていう字ですね、囲んでる、口っていう字、それに、それを開く、こう、これが、もともとの文字の、象形文字として、これなんですね。と、そういうふうに、口っていう字、この、こう、囲んでる。これは囲み込む、独占するっていうような、それを象徴してこのこういうこのあれを書いて、このハの字を書くのは、上ハの字を書くのはそれを開くってこういう意味。これがまあ古い文字の形です。それで結局公の字は囲いを外し出入り自由にする、こういうことだ。それだから私でない公ってこういう意味持ってたんですね。それでね、お聞き書き書っていう、あの証拠現象の注釈の中で一番古い注釈ですが、 お聞き書き書っていう本にはね、不平を平らぐ名付けてこうというとこある。要するに平らかでないものを平らかにする、それを名付けてこうという。それから今度は安ですね。安っていうのも本当は手辺に休んずる、これが道元禅師の考案の案だ。これは手辺に休んずるんだよ、その手を持って休んじるっていう意味ね。それで押さえるとかとどむ、こう抑止するね、あるいは控える、控えるって底辺に空の字から控えるですね。あるいは撫でる、あるいはもみさするって、あんまのあんそういうふうな、そして最後に考えるっていう意味もある。でそれを考えるっていうのでから通じてですね、これがこうあんずるにのあんにの字も使うわけですね。それで結局これに対してお聞き書き書では文を守る、名付けて安という、
これ文を守るっていうことなんですね。案っていうことは。しかもね、そのお聞き書き書では、以上の意味もなお世間的意味であって、その出世間的意味、仏性としてはまた格別じゃって書いてある。いや一応のこれは世間的意味だ、仏法としてはまたもっと違う。それじゃあ仏法としての意味はどうかっていうと、ホストね、大体仏法としてはいつも言うけれど、仏法としては中途半端なことは言わないっていうことをよく言うんでしょ。私がね、大きいか小さいかって、どっちが大きい大っていう字一つ使っても、クジラは大きいって言ったってさ、あんなの太平洋の中のメダカより小さいんですか。で、要するに大きいったって比較すりゃ、もっと大きいものに比較すりゃ どんなもんでも小さくなっちゃう。で、結局本当の大っていうのは大きい小さいっていう分別を外すところが、これが一番大きくなる。それと同じようにですね、今平らかでないという平と不平という、これでさえもね、どういうのが平らでどういうのが平らでないか、それはわからない。何これ、このガラスの面は平らって言ったって、その電子顕微鏡で見たら何とも大きな山がたくさんあるんじゃない。お月さん の肌よりもっと荒れてんだと思う。でその点ね、平と不平とっていう、これはその簡単にこれが平らでないと言えないですよ。そうすると平とか不平とかっていうね、いうことそれ自身が中途半端。それからまた文を守るっていうのね、これも文っていうのも、そういう文在がある限りは仏法の話じゃない。で結局仏法の意味としてはどういうのかっていうと、お聞き書き書では前期の不平主文なるべしと書いてあるね。仏法の話ってだから面白いんですね。あと前期のってのは前期限っていう意味でね、もう不平主文、不平は不平のまま前期限、前期限っていうのはこの前期に、あら、こういうことですよ。前期限、あらゆる全部上げてることが現れた。前期の 不平主文なるべしとこうあるけれど、それはどういうことかというと、平らが出ないのは平らが出ないまんま前期。それでそれがあれなんで、結局の話、道元禅師が言うけど、眼元能美直っていうね、目は横、鼻は縦っていう、鼻はまっすぐ、目は横、鼻はまっすぐ、これ元能美直っていう言うけど、これはだからそれあれですね、目が横についてるのそれはダメだ、俺みたいにまっすぐになれてって鼻から言った。あるいは目がそんなことない俺の方が、横についてる方が正しいんで、鼻も横になれって、もう鼻もあぐらかかなきゃダメ、そんなことはダメなの。要するに鼻はよ縦、目は横、そのまんまでいい。この元能美直そのまんまが公案ちゅうことなんですね。だからいや、この
もともと女って言って、こんな不平等なことはあるもんかって言ったって、あんた、男のおっぱいから、お血出てこないんだし。で、その点ね、男は男なりに、女は女なりにするかしょうないよな。女が立ちしょんべんするようになったからって言ってるんで、平等になったとは言えないね。で、そういうのを考案中ですね。男は女のまんま、女は女のまんま、鼻は鼻、目は目。それから即法案が現状を相対せず、現状ってこの見るっていう字が書いてあるけれど、この現在の現の字ね、現状はこれは現状って書いてあるけど、これはまあこれと同じだ。この現状はね、結局現在の実物が現在の実物になるってことね、現になるってことで、今は公安っていうことを言う限りね、現状を待って初めて公安なのじゃないってこと。それからまた現状の反対ですね、廃絵ではダメだというんでもない。つまりその公安というのは、現状したから初めて合格、その反対、廃絵では不合格。それで何とか廃絵を回避して、それで合格しようって、そういうもんじゃない。そのつまりね、合格不合格の話じゃないんだ。現状廃絵っていうね、合格不合格の話でない、そのまんまでいい。どっちどう転んでもそれぐるみ即公案なんです。その即公案というの前期やつ、その点ね、生命の実物を生きる限りね、どっちどう転んでも合格不合格じゃないっていうところがいいところじゃない。それね、絶対事実として生命の実物として生きている限り、どっちへどう転んでも合格不合格はないんだ。またね、これはありがたいんだね、私みたいなやつは。それね、みんなこれ合格不合格、勝った負けたってね、そういう話になってくるから、これはまあみんな宙に浮いた、生命の実物から宙に浮いた人間社会の話です。合格不合格、勝った負けたっていうのがあるのね、その生存だけの話だ。これは生命の実物となったら、どっちどころんでもその合格のしようがない、不合格のしようがないっていうんだから、これありがたいんですね。これだから、そういう合格不合格のない生命の実物をそのまんま生き生き伸び伸びとして生きようっていうのは、そこが大切だね。それが即公案なんです。即公案ってね、そのまんまでいいっていうことなんだけれど、要するに合格不合格のない、どっちへどう転んでも勝った負けたのない、このそういう生命をですね、伸び伸び生き生きと生きよう、それ生きる、それが即公案、そのまんまっていう意味です。それがね、本当の我々の生命力そのままの姿ですよ。それちょっと試験に起こったからって言ったら、もう自殺するよ、ないって言ったら、そんなのあんましゃがないんで、自殺するかしゃない。速攻あんだ。そうじゃない。
もっとどっちに転んでも大丈夫っていうところ、そこ、そういうそのまんま起きない。だからね、即っていうことはただあの、そのまんまっていうんじゃない、そういう生命力、我々の持っている生命力そのまんまだ。そこが大切だね。いや、それでね、私がその生命力の歌っていうのをこの間書いたんだね。いや、私のあのこの、これが死にはなってないんだけどね。でもそのいわゆる仏教のお経にはね、みんな二節芸言って言って芸でってこう言うですね。それのつもりで書くんだけど、生命力の歌っていうのね、ちょっと読んでみますが、生命力の歌、生きることに合格不合格はない、うまくやってもまずくやっても、どっちへどう転んでも、天地いっぱい永遠の命を生きているのだ。思っても思わなくても、信じても信じなくても、人間の思いに関わらぬ絶対事実として、天地いっぱい永遠の命を生きていればこそ、いつも今ここ私は天地いっぱい永遠の命を込めて、天地いっぱい永遠の命に向かって生きる。縁の下に生えた片上草ですら光に向かって伸び花を咲かす。それが生命力というものだ。こういうあれなんですかね。結局そのみんなに思っても思わない。私が思うからそうだっていうんじゃないんです。もう今仏法の話はね、思っても思わなくても、信じても信じなくても、事実そうである。絶対事実です。絶対事実としてね、みんなね、これ我々生きてるのは天地いっぱい永遠の生命生きてるんです。いいですか。それをね、このこうあのノイローゼの人っていうのも面白いとかあるね。この私の弟子にあの何ていうかあのこう沈んじゃう、こうバカにこう躁鬱病、躁鬱病っていうのになって。バカに調子がいいってベラベラ言うかと思うと、今度は沈んじゃってね、それで起きてこない。どうしたって見に行ったら、世の中真っ暗だその布団かぶってね、こう布団かぶっただけじゃなくて、手で持って顔を押さえて、世の中真っ暗だって言ってんのね。このまあ取ってみろって言って、それのおっさんが減ってるぞって言って、愛して布団剥いでもその中でこうやってまだやってんだから、真っ暗、夜中真っ暗だって、それじゃダメだ。俺何、実際ね、思っても思わなくても、信じても信じなくても、俺もあのさんさんと日が輝いてるっていうとこがある。で今天地いっぱいの生命を我々生きてるの、これ間違いないんだよ。私がね、生きるのこれ天地いっぱい永遠の生命じゃなくちゃ生きられないんだから、この生命ってやつは不思議なんでね、俺の頭でどうこうできる話じゃないんだもん。いや、例えば自動車、人間が動かすから人間は自動車を作ったって言うけれど、じゃあガソリン作ってみろって言ったって人間作れないじゃないか。ガソリン一つだって作れないものね。なんかこう天地のあのなんか資源を持ってきて、それをこう加工してっていう、それだけの話だもん。で本当の元の元って、ね、これはもう天地いっぱいですよ。もうガソリン一つでも天地いっぱい永遠のところからガソリン一つができてくるんだから、この全て何から何までそのメダカが泳ぐんだって天地いっぱい永遠の生命を泳いでるんだ。で我々だってね、天地いっぱい永遠の生命を生きてる。だからね、このこれは思っても思わなくても、信じても信じなくても、
我々の思いに変わらぬところでそうなる。絶対実は。それでこうそういう天地いっぱい永遠の命を生きていればこそ、いつも今ここ、その天地いっぱい永遠の命を今ここに込めてば、そして天地いっぱい永遠の生命に向かって生きる。ここがね、当たり前のことよ、だけで。だから縁の下に、縁の下でもこの塊ってやつは生えてくる。それでもちゃんとこう光に向かって伸びてさ、そしてちゃんと自分なりの花咲かしてるじゃない。それが生命力って言うんです。今我々もね、特別にね、その特別なその、うん、悟り、俺がうんと修行して悟り開いていいとこやるぞってそんなんじゃないんだ。当たり前の本来自分自身にある生命力をそのまんま生きるってことですね。ここがね、仏法として一番大切なところなの。悟りっていうのはね、俺が手作りするもんだと思ってか大違いだ。悟りってそんな手作りするもんじゃない。当たり前の自分に備わっている本来のありのままの生命を生きる。これがこのこう上がり、現状を相対せず、配慮を回避せず、合格不合格のないところで生きるのね。今の、私なんかもあれですね、私なんかもあの小さい時からあの運動神経ゼロ、よだよだの男だったから、運動会っていうのがつらかったね。運動会って言うともうみんなウキウキしてるって言うけど、そんなのバカなことないで。運動会って言ったらあまたビリになるのかなって、せめてビリから2番目になりたいと思ってね、あの小学校の時1年から6年までそう思ってたけど、ついに一遍もビリから2番目になったことなかった。あれじゃあ私あのまあ本当にあの勝ち負けの世界で嫌なもんだと思ったな。その点ね、私がその小さい時から楽しいっていう思いをしなかったのはそういうところがある。その点今結構だ、どっちどう転んでも俺義理の俺生きりゃいいんだと思ってからね。だからまあ成功しようとも、の失敗しようともどっちでもいいんだと、こういうところもそういうところで生きてないとね、せっかく生まれてきてつまんないですよ。もう、ね、負け犬みたいな顔ばっかりして一生生きなきゃならないと、そんなの困る。それから是三害あり、体質にあらず唯心にあらず。これはね、法華経の受領本にね、如来如実智見三害思想無偶精進虐待虐質虐無財政十無自動車非実非公非尿非異風尿三害健脳三害っていうあの受領本にありますがね、その虐待虐質、これまあ書いてみたってしょうがないからまあ書かないけれど、その虐待虐質って結局精進のもしくは体もしは質あることなしというのね、如来は如実に三害の相を見る知見するに、生じのもしくは失態もしくは質あることなし。要するに仏さんがですね、如実知見三害思想というのは三害の本当の姿、生命の実物だ。それをよく見てみると、そうすると生児の体質っていうことはないんだ。要するに出入りないんだ。そういう言葉、今その是三害あり体質にあらずっていうのはそこのそういうことね。つまり今我々の生命、我々の生命として生まれてる限りね、我々としてはオール分の1として生まれてきてる限り、この3害だ。
まあ、三害っていうのは本当は欲界失戒無失戒っていうねことなんですがね、結局この世の中と思ってるや、コア三害の首っかせっていろはがあるためだけど、あの三害、この世の中、この世の中以外にはないです。ところがこの世の中もね、生命の実物地盤からいったこれはもう、つまり今言う如実に見れば出入りなし、それから体質ないというのは、三害から退く、あるいは三害に出るって言ったって、体も生命の実物なら質も生命の実物なんだから、今言うようにどっちどう転んでも生命の実物ですね。生まれようが生まれんのも生命の実物、死ぬのも生命の実物だ。どっちどう転んでも是三害、この三害は生命の実物です。それが是三害あるから、また三害というと三害唯一心という言葉あるもんで、唯心にあらずというのね、この三害唯心という、この心という言葉を私いつでも生命とこういう言葉に置き換えて仏教のあれを見てる時言ってるけれども、これがまあ大体心というと、この後で言いますがね、普通は心というと心理的な心を考えるんだけど、そうじゃない、その生命っていう方が仏教の場合当たってるね。でそういうのを、ところが今三害で三害ありって言ったらもう実物なんだからね、今これ改めて生命って言わなくていいんだ、もうこの三害、これ我々が生きてるこの世界、それだけでいい、実物で、実物っていう地盤からいいやね、何も唯心っていうね、これは生命だって言って改めて付け加えなくていいってことだ。でこの是三害あり、体質にあらず唯心にあらず、もう今生きてるこの世界はこの世界、ただ実物で、そしたら余計なことは付け加えなくて、ついに心象壁ある、未だ泥酔せず未だ造作せず、これはね東山大師に相当、いかなるか古物心というのはこう、古物の心、いかなるか古物心、古物の心心というのは一体どういうものですかって聞いたんですね、東山大師。そうしたら東山には障壁ガヤ、障壁っていうのはこういう壁です、ガヤっていうのはそういう瓦だとか石だとか、障壁ガヤ、それで今ここにその新障壁あり、未だ泥酔せず未だ造作せず、これはさっきも言ったようにコップっていうね、今コップっていうのはこれの代わりに障壁持ってきたっていいわけだ、今コップって言ったら私だけが見てるもんって言って、さっき言ったねコップを取り上げて、今この障壁ってこの障壁、私が私だけの生命体験の実物だ、皆さんの生命体験の実物、それのこと言ってるんです。で決してね概念化された障壁を言ってんじゃないんだ、ここはね、概念化された障壁について言えばこそ、あこれは泥と水とんでこねて混ぜ合わせてこねてそして塗ったんだという、そういうようなことが出てくる。だけど今私が生命体験するこの障壁って言ったら、もうこの生命の実物なんでね、何もこの泥だ水だっていう必要はない。
で今だぞうさせる、これ手作りしたもんじゃない、人工物じゃない、造作物でない、生命の実物だけ、いいですか。それでつまりね、今仏百相を念客しきたり多質しきたるしかあれども常禄の根人に切じせず、速攻案あり現状を相対せず、廃絵を回避せず、是算外あり体質にあらず、有心にあらず、心象癖あり、いまだ泥酔せず、いまだ造作せず、これでもってこれだけのことで一体何を言おうかとして言おうとね、道元禅師されてるのか、結局の話どこまでも仏法の問題として言うのは、私の言うこの生命の実物、自己の生命の実物だけが問題なんだということですね。このところで それをね、今だから仏教の話はその点を不思議な世界ですよ。世間で言う言葉、見てる世界とは全く違うんだ。生命の実物の世界ってのね、概念の世界じゃない、造作の世界でない。それで今即身是仏っていうのもね、そのだから言葉としては即身是仏ってね、それだけ言うだけでも時間長さ時間かかるじゃない。ところが本当の実物ってのはそんな長さのあるものじゃないんです。全く生命体験の実物っていったらそんな長さのあるものであるべきじゃない、国交なんだからね。それから即身是仏っていうとこう順序あるじゃない、即の字、その次身の字、是の字、仏の字ってね、順序、言葉の順序があるじゃない。ところが生命の実物っていったらそんなね、その順序のあるべきじゃない、国交のこの実物なんだからね。それでね、そういうその生命の実物を言おうとして、本当の生命の実物はそんなね、言葉の順序や発言時間の長さがあるべきでない、いうそういう実物を言おうとして、ここに次に、あるいは即身是仏を三級し、心即仏是を三級し、仏即是心を三級し、即身仏是を三級し、是仏心即を三級すってね、即と心と是と仏とってあっちこっちね、もう字を入れ替えて道元禅師のこの表現法っていうの、文章っていうのはだから特別なね、文章ですよね。で結局そのお聞き書き書にはね、これ即と心と是と仏とただ同じほどの義なり、注釈入れてますがね、要するに何、即と心と是と仏とって同じ意味なんだ、結局生命の実物だけ言おうとしてる。で格のごとくの三級、まさしく即身是仏なり、これを起こして即身是仏に昇殿するなり、格のごとく昇殿して今日に至れる。結局の話ね、この生命の実物、生命の実物はもうそのまんまあるわけだけど、これをね三級、生命の実物をまた生命の実物を持って三級する、この三級っていうところが大切だ。そういう三級するところがまた生命の実物なんだから、我々生命の実物に対していかに生命の実物を生きようとするかって、そういうところにまた生命の実物がある。だから何もただ単なる事実と
それから真実とは違うんですね。そのまんまっていうのは、じゃあそのまんまでいいのかって、タバコだけ吸ってりゃいいってことじゃないんだ。そうじゃない、そのまんまを一生懸命探求する、そこにまた生命の実物が事実あるんだ。この生命の実物ってのはだから不思議な世界ですね。生命の実物っていうのは無限です。無限にいくらプラスしても無限だもんそのプラスしていくところに生命力っていうのがあるんだからね。それプラスしないんで無限なんだから無限でいいんだって、そんなんじゃ有限になっちゃう。そうじゃない、無限のところに無限に何か付け加えていくっていうね、プラスしていくって、そういう生命力があって初めて無限の生命力で、格のごとくの三級、まさしく即身是仏だ。だから即身是仏ってそのまんま、そんな単なる事実であっていいんじゃない。一生懸命探求していくところにその即身是仏がある。我を起こして即身是仏に探求するなり、昇殿するなり、こうやってそうやって仏法っていうのは昇殿していくんです。格のごとく昇殿して今日に至る。だからいわゆる昇殿し来たれる心というは、一心一切法、一切法一心なり。この一心一切法、一切法一心という言葉、まあ私も20年以上前からいつでもなんか私が書いてるものに、引用してる言葉ですがね、 これ私がこの即身是仏の巻で一心一切法、一切法一心っていうのを読んで、それまでの私のこう目が一つこう開けた思いがしたんですね、本当に。それでそれまでは心っていうと私の心だと思ってたもん。ところが一心一切法、一切法一心っていうのをね、この言葉を見るに及んで、母、仏教で心っていうのは、その私のその意識、我々の心理的意識のことを言うんじゃないんだなってことだけよく分かった。昇殿しきたれるっていうんだから、仏法として昇殿してね、本当に正しい使い方としてはね、そんなその心理的な心じゃないんだってことよく分かった。そうすると一心一切法っていうね、私のこれ心が全てだっていう、そういうような一心というのは一体何かっていうと、これはもう生命っていう言い直すよりしょうがないなっていうことですね。で私それから言うの生命っていう言葉を使うようになったんです。要するに私は生命体験すればこそあらゆるものがある。それであらゆるものはっていうと私の生命体験で、その私っていうのも単なる私だけじゃない、あらゆる人をひっくるめた私でもあるね。だから私っていうと俺の単なる観念ぐらいに考えちゃもちろんいけないんですよ。私っていうのはあらゆる人とその事実通じ合っての生きてるんだからね、その通じ合ってる私それぐみのあれなんだから、だからそういう生命体験、私って言ってもそんな個人的な私じゃない。そうするとオール分のオールっていうことで表現が出てくるわけだ。でこのオール分のオールっていうになってくると、あらゆるものとぶっ続きの天地いっぱいでぶっ続きの、これ風が吹く、雨が降る、お日さんが当てる、あらゆるものぶっ続いてる力ですよ、オール分のオールっていうのはね。そういうあれで、それが生命ですね。そういう生命を言うんですね。これもね、それで大体心という言葉、その後こう
仏教教学としてどういうふうに発展してきたかっていうのをその調べてみたことあるけど、これがね、あの神っていう言葉でね、道元禅師が発菩提心の巻に、その神はね、一つには知ったし、でもこの前ちょっと言ったことあると思う、一つには知ったしんですね。これ梵語で知ったっていうのはあのあれです、梵語なんですが、この方緑心と称す、この方ってこの梵語の言葉をですね、我々のあれで言えば緑心、緑心と称す。二つには管理した心、これを管理ったって呼ぶ、これはこの方草木心という、三つには入りたし、入りた、この方、これはね、この方釈樹西洋心という、これはね、どういうのかっていうと、大体ね、これは知ったですね。この知ったっていうのが普通いう心理的心、あの普通我々が心心って言ってるのね、心理的なもので、これは緑心ですね。要するにいろんなことを考えたり知ったりすること、そういう能力。ところがそれと、それから管理ったというのは草木心で、これ今言った私が生きてるのと草木が生きてるのとって物好きのってこういうことね。それから入りたっていうのは釈樹西洋心で、これはね、物の一番大切なっていうのを心とこういうっていう、例えば般若経の中で一番大切なところを取ってきてるから、で般若心経とこういうね、般若心経っていう心っていうのはそういう意味で使ってるっていうのね。これはまあだからあのちょっとあの言葉の使い方全く違った意味の使い方ですね。それからこれはまあ普通の使い方だ。問題はこの管理った、この管理ったってやつはね、一体何か、これをね、仮だとも堅立だやとも、そういうこれ梵語だからいろいろの漢字に置き換えてんですがね、結局こういう字も使う、これ仮だ、あるいは堅立だ、それでこういう字も当てはめられてるんですね。それでこれをあの訳して、結局ね、肉弾心、
それから堅実心、こういう普通あれしてるんですが、このね、肉弾心っていうのをね、結局これはどういうのかっていうと、我々の 肉体生きてるんですね。これは心臓が動く体っていうんだね。それで心臓のことに、心臓を動かしてるって、これは本当にその宇宙的な、宇宙いっぱいの、その天地いっぱい永遠の生命力が、これ私の心臓を動かしてんだからね、事実。それでこれをこの心臓の意味の時には、霧だやってこういう、これ霧だや、これ意味に、これ本当は管理だ、借りだ、権利だや、切りだやっていうね、みんな同じ、あの文言じゃ同じなんだけど、これ、意味、市内入ってきてさ、意味違うと同時にこう漢字違いで書いてるわけですね。そして今度堅実心っていうの方からは、あのこれに草木心、信女心、こういうのがあるわけです。これ草木心っていうのは、まあ、天台宗の方で言うんですね。天台系の人は、だからこっちの信女心っていうのは華厳宗系の人が使う。で、道元禅師はあの天台宗系の人ですからね、あの比叡山にもいたんだから。だからやっぱり草木心という言葉を使ってるのはそれなんですね。そしてこの草木心、心女心を、これを一切一心心とも言うんだ。これなんですよ、今正殿しきたれる心というのは、一心一切方位、一切法一心なんてね、この草木心、心女心、これを一切一心式、これはまあ妙義宗に出てくるけど、で結局ね、仏教として言葉が、心っていう言葉がだんだん発展してきた経過っていうのは、まあこういう風な、初めはだから了知心から始まったわけですよ。これは間違いないわけですね。普通のあの我々が心って言ってるのと同じような、あの了知分別する心ですね。それがあのだんだんこう知るのと知られる対象と知られる世界と人ひっくるめにしたものをね、私が見られるもの、それを本当は根本的に動かしてる力があるわけだから、事実。そういう根源的な力、一心一切一心心だ。で、私があったから、それで生命体験の実物って私が言う役が出てくるのはそこですね。の生命体験の実物、そのところにあらゆるものもあるんだし、生命体験すればこそ私が生きてんだし、そういう生命の実物っていうのはそういう意味ですよ。で、この今だからこの段で言っての一番ね、大切なのは、その生命の実物をいかに自分に、あ、これだってね、そのオール分のオールとして生きてる自分の生命 体験の実物ね、これを皆さん自分自身であの本当に捕まわなきゃならないな。あれがね、ちょうどあれなんだね、
ちょうどね、色気以前の、あれ、あの、子供に向かって色気の話してるようなもんだ。色気とはこうやって一生懸命になって喋ってても、色気の出てこない、あれは、の、いや、こんなちっちゃな子が、あんたキスしたことあるって言ってんのに聞いたけど、あれ色気と関係ないもんね。俺、色気って言ったら、これまた特別のもんですね。これ色気を本当に、仏法としての色気が本当に出てこなきゃなんだ。で、これやっぱり、今の時代でも、なんだ、色気の話も、犬がたかりついたみたいに、セックスセックスって言って言うから、やっぱり、あの子供たちも、早熟になるじゃない。それと同じようにね、今仏法としての色気の話を、もう、あれだ、セックスセックス、セックスっていうのと、同じくらいこう、吹き込んでるとですね、皆さんも早熟するんじゃない。そういうところはあるね。それだからやっぱり仏法の話は、どこまでも聞き抜かなきゃダメっていうのはそこなんです。聞いて聞いて聞きまくりって真宗の人も言うけれど、この聞いて聞いて聞きまくらなきゃ。そして、そうすると、このスイッチがつくって沢木老師が言ったけど、本当に仏法にスイッチがつくとか、仏法としての色気ついてくるわけだね。そしてですね、このゆえに曰く、個人曰く、もし人心を識得すれば大地寸度なし。これはもうその心を識得すると、これはもう生命ばっかりだ、生命の実物だけなんだ。本当は我々ね、どっちどう転んでも生命の実物だけ生きてんだ。これ大地寸度なしだ。知るべし心を識得するとき、外天目楽し装置連発、生命ばっかりで、天地それぐるみが生命だ。あるいは心を識得すれば、大地さらに厚さ三寸を増す。だからね、心を識得するっていう、これ、ね、識得しただけは、それはちょっと自己の世界が変わるとも言えるね。あの三寸増すところ、ところは全然、これ、ね、三寸増しても無限のところに三寸増したって無限だ。でも、そこのところを識得するところが分がなくちゃならない。で、まあ今、今日は、その、生命の実物っていう話ね、それをやってきたんだけれど、この次はもっと大切な話しなきゃいけないじゃん。これから今のところね、というのはその次このところに出てくるのにね、例えば千賀大地は千賀大地のみなりってね、さらにハローなし復縁なし、実月精神は実月精神のみなり、さらに霧なし霞なし、まあ、実物なんだからそういう余計なもんなし、生じ古来心は生じ古来のみなり、さらに 名なし語なし、障壁雅楽心は障壁雅楽のみなり、さらに霊なし水なしと、そこまではいいよ。次第御恩心は次第御恩のみなり、さらに馬なし猿なしと言われるとちょっとはてなと思っちゃうじゃない。今深淵なし、どうですか、我々今深淵がないのか。これ今深淵、これちょっと今深淵を取り去って初めて生命の実物だっていうんだと、これはあかんと思っどうせそこのところが問題だもん。生命の実物っていかにも今日は言ってきたけど、その生命の実物っていうのは我々の煩悩妄想、今深淵っていうね、そういう馬がこうペコペコ飛び回る、猿がぐるぐる走り回る、そういうものを取り去って実物なんだと言われるとちょっと我々すぐ抵抗を感じるね。でこの次の
そのだから悟りっていうものは煩悩妄想を取り除いて、そして生命の実物悟るのかって、まあ普通ちょっとすぐそう考えるんだ。だけれど、そんな簡単な話じゃない。でこのだからこの次のとこはもうちょっと もっとまた大切なことを言いますからね、そのつもりでの今日の続きにもうちょっと聞いてもらわなきゃ。まあ、無量誓願学仏道無量